はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロ2017マイライフ続きをやっていきたいと思います。では今回は試合からですね。前回レイちゃんに電話をしてなんか避けられた感があるんで、先発はジョンソンですね。で、スワローズ先発ブキャナン、あれブキャナンとか初めてじゃない、全然聞いたことないんだけど、またちょっと能力から確認していきますか。もう俺は絶対センターなんだね。投手データを見ていきますか。ブキャナン 147cc、 サークルチェンジとドロップカーブ、まあ一応ツーシームも持ってると。なるほど。投球これから2球目、インコースのボール左、これはフェアになったか。いきなり二塁打になるんじゃないか。坂口ツーベース、カープ先制のピンチを迎えます。いきなり先制だな。ああ、きっちり送ってくるね。投げました、ボール。さあ次の投球決まってストライク。バントをうまく投げました。阻止できればとりあえずワンアウトになるからね。投げました、バントしました、三塁線転がした、絶妙だね。あ、ファウルか。スリーバントしてくる、してくるね。スリーバントだ。ピッチャーの左に転がした。これはフェアか。あ、しかもおお、危なかった。ランナー三塁に進みました。さてこれで犠牲フライを狙ってくると思うから、もしかしたらセンター来るかもね。オーケー。これでツーアウト、ランナーは三塁変わりません。そうか、山田がいるのか。ショート左への打球。おお、なんとか抑えたか。スリーアウトチェンジ。カープこの回ワンアウト三塁のピンチでしたが、ここは0点に抑えました。カープチャンス、カープ先制のチャンスを迎えました。これは俺が打たないと声援が届いています。いけないな。投げました、際どいね。5球は3球目、投げた、しまった、上げてしまったか。センターの打球、センター交代、取りました。これで3アウト。ここで点が取れなかったのは痛いな。2回の表、これからスワローズの攻撃に入ります。この回の先頭バッターはフォアボール、低めに送ってフォアボール、ジョンソンストレートのフォアボールを与えます。先頭バッターは出すね。しかも走ってきた。2塁送球はどうだ、タッチは、おお、お見事、しました。石原さん、第2球打ちました、ファールボール。第3球、1球外せ、もうカウントはワンボールツーストライクです。次が4球目、投げた、打ちました、あっと引っ掛けた、取りました。これでツーアウト、ランナーありません。バッターは7番荒木、第9投げた、初球から打ってた、三遊間へのゴロ、アウト、スリーアウトチェンジ。2回の表が終わった。得点はなしか。3回の表、まだ動かないね。点がトップバッターは中村、見逃し三振。バッターはピッチャーブキャナン。さあ4球目、ブキャナン発音がわからんわ、外人とか。バッター平際の魔術師坂口、打ちました。あ、来た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 、これは大丈夫大丈夫大丈夫です。オッケーオッケーオッケーオッケ ー, ッケー、菊池さんが心配そうな目で見てたけど大丈夫です、あれは大丈夫です大丈夫っすって言って、前回の失態があるからね、それは心配になるわ。際どいのが来るね。こういう時俺はどうすればいいんだ、本当に突っ立ってていいのかな、センターのところに。あ、でもこっから見るとそこまで際どくないね。もうライン際かと思ったけど、ネクストバッターサークルに打ちました。これは大丈夫、アウト。カープなおもピンチが続きます。さあピンチが続く場面で迎えるバッターは山田。これはライトへ持っていった、さすがだ。これでゲームが動き始めました、1対0。いやー、見事ライト前。左バッターボクサー5番雄平、第1打席はフォアボール、走ってくるね。外れた、キャッチャー2塁送球、間に合うか。ランナーを詰められてしまいました。早い気がする分からん。第2球、いまいち総力 A って言われても。第3球は G とかになるとね、マジでね、おっそーってなるんだけど。第4球を投げた、打ちました。これは無理か、取れないか。
連打されてるね。ナイスバッティングです。すげえ言い方だな相変わらず。今日誰ライトは鈴木さんとか。やる気のない大引き。あーこれも大丈夫大丈夫。ちょっとこれは犠牲止まっちゃう。点が点がマジでさ、ショートとさ、ああ投げないと投げてねえわ俺の捕殺シーンがせっかく肩はいいはず、肩 A とかあったよね、ふーみたいないやこれ恥さらしだよ、かうやべやべやべみたいな、完全恥さらしだよ。走ってきた。掴んでこれで3アウトになります。4回の表が終わって2対0ジョン。リプレイとか本当な、まあ、確かにね回想シーン見るとね、かっこいいはかっこいいんだけどね、恥もさらされるからね。やばいな、最近ちょっと合わせらんないな、たまに。よしよしよし、ファールになってくれた。これはもうバッティングで取り戻すしかない。まあでもさっきのは捕殺できなかったかね、わかんないけど結局ダメだ、バッティングの方もダメだ、守備からバッティングが崩れている。これからスワローズの攻撃に入ります。トップバッターは中村、投げた、流し打ち、エルドレッド、ダイレクトでボールを掴んでアウト、ワンアウト。打った。本当さ、俺が守ってるとさ、ピッチャーやる気なくなるんだろうな。これでツーアウト。全くかよみたいな。バッター、平際の魔術師坂口。打ちました。おお。一人になります。DH がないからね、ちょっと。バッターは2番上田。投球はこれから3球目。パ・リーグだったらもう確実に DH に回されてるからな。取ってこれで3アウトチェンジ。5回の表。なんとか2対2まで追いついたか。試合が後半6回に入ります。この回のトップバッターは川端。今日はショートライナー。変化球。何もできないと今日は確実に怒られるぞ。恐怖の核弾頭山田。投げた、打ちました。フラフラっと上がった打球はファーストフライ、取りました。これで2アウト、ランナーありません。左バッターボクサー5番雄平。打った、流し打ち、うん、すげえな。レフト線グーッと打球これはでも取れるか。取りました。これで3アウト。カープ後半戦幸先の良いスタートを切りました。6回の表が終わって2対2同点です。ブキャナ降板。おお降板した。左の9個。6回の裏、さてさてカープの攻撃に入ります。今日はセンターフライと出鼻をくじくか。投球これから2球目。ボールカウントは2ボールのスライダー関係が曲がるのか。第3球を投げた、完全に外れた。失投が多いけどね。四球か。カウンター3ボール。変化球。フォアボール。見送ってフォアボール。一応出塁はしたけどっていう感じだな。同点で迎える7回です。バッター畠山。投げた、打ったんやったりだ。おお、さすがだよもう。菊池さんは本当さすがだよ。俺なんかと全然違うわ。いやかっこいいね。バッターは第今取れるわ。続けざまに代打を起用してきます。打った、ピッチャー返し。おお、マジか。見せるよねこの二遊間リプレイなかったけど。バッターは8番中村、今日は三振と打ちました。これはショート正面。いややっぱり二遊間の守備ってすごいんだな。ジョンソン3人でピシャリと抑えています。これは確かにピッチャーも安心できるよね。同点で迎える8回です。バッターはグリーン、投げた、打ちました。これは田中、ボールを取る、一塁を取る、ね、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッター、平際の魔術師坂口。打った。これもでもライト、フライで大丈夫でしょう。噛みました。これで2アウト、ランナーありません。左バッターボックスは上田、今日4度目のバッターボックス。打った、痛烈な当たり、飛んでくるね。スリーアウトチェンジ、ライトの方に。ジョンソン、この回ピシャッと3人で抑えています。さて、俺からか。秋吉降板、右のギルメット、継投策できてるね。これが30試合目の登板。8回の裏、これからカープの攻撃に入ります。といってもストレート狙いなんだけど、よし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 、これは決勝点になるかな、うまくいけば。第37号ソロホームラン、スタンドへ突き刺さった。初球からこういうね、いいところで打つのが打撃の仕事よホームランの自分のリプレイはいっかっていう。よし、これは決勝打で呼ばれるんじゃん。呼ばれねえ。あ、田中さん本日4安打、それはすごいね。ご覧いただきました一戦は3対2、僅差で勝利しています。
まあ、守備面はね基本怒られないからね。ジョンソン12勝か。勝ち越し弾いいね。もうこいつの守備には触れないっていうのが暗黙の了解なんだろうな。暑い日が続いている。暑いな。じっとしてても汗が出るぜ。温泉か。まあ奥糸温泉ちょっと悲しい気がするけど、まあ行くかっていう大瀬良さん、ジョンソンさん、みんなみんな広島じゃん。ミカミックス、ああ鈴木さん、さすがだね。こういうのもさ、守備とかあんま見られないよね、悲しいことに。どうしようかな。ここだよな。23日、昼間がフリーだから、電話してもね、レイちゃんとかしょうがないからな。今はなんかこれといってこの子だーっていうのがなんかいないからな。まあとりあえずデートはいいか。お出かけはもうそうだよね、したから、まあまた送りと練習するか。そうするとちょ守備を練習しよう、守備を急速練習しかしてないんだろうけど。パリーグ、オリックスの西、楽天の則本、日ハムの有原、アマダー、あ、柳田さん、そういたね、秋山さんもいたね、強かったね、2016でも。まあ、今日も汗を流してから試合に行きますか。でもこれ、自分が動かすときにさ、守備職人とかさ、魔術師持ってたらさ、どういう感じになるんだろう。今日は野村さん勝たせてあげたいね。 MVP 候補に選ばれてたかねってか、まあピッチャー全員選ばれてたからさ、なかなか大変だろうけどね。横浜スタジアムです。お、点取ってるね。さあそこからこれはもう連打していこう。9投げました。高めギリギリ、こういう高めのね、際どいところがどうしても打てないんだよね。カウントワンボールワンストライク、なんかボールかなって思っちゃう。投げました。ボール、カウントは2ボール1ストライク、投げました。ほらほらほら、これで3点目。一直線、入った入った、ホームラン、第38号ツーラン。よし、これで守備を多少ミスっても許していただきたい。お、4点取ったね。1回の裏、これからベイスターズの攻撃に入ります。今日は安泰っす、大丈夫っす、安心して投げてください。まずは三振に切って取りました。打った、一二塁間の打球、おお、野村取ってアウト。多分あれ俺だったら取れなかったな。ランナーありません。投げた、ツーシーム、空振り三振。最後はスイングアウトの三振で仕留めました。チャンス、これはもうどんどん点を取ってこう。追加点のチャンスを迎えました。第9投げた、ストレートはボール。ここはよく選びました。サードランナーちらってみた、スライダーもうちょっと早めが良かったのかな。掴んでこれで3アウト。位置的にはなかなかいい位置だったと思うけど。2回の裏、4点を追いかけますベイスターズの攻撃。この回のトップバッターは打ちました。うん、OK。サードグラウンドで取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。変化球、空振り三振。低めの変化球でスイングアウトを取りました。第9、テンポよく投げてるね。初球を打ちました。あ、これ抜けないよね、大丈夫大丈夫。ショートから一塁送球、アウト、スリーアウトチェンジ。野村この回きっちりと3人で抑えています。お見事です。3回の裏、4点を追いかけますベイスターズの攻撃。先頭バッターはアウトコース低め、空振り三振。まずは先頭バッター三振に仕留めました。おお、すげえすげえ。空振り三振、2者連続三振になりました。あ、来た来た来た、これどっち？方向に持っていきました。俺さ、もう後ろに回り込んでくれてるし今もどうだろうな、なんか
打ちました。ボテボテの反応できてれば取れた気もするんだけどな。ね、打ってから着弾点を、ね、確認するまでに、ね、ちょっとラグがかかるんだよね、自分の中で。まずは先頭バッターを三振に切って取りました。これは大丈夫でしょう。こう真っ先に、ね、向かえないんだよね。これでツーアウト、ランナーありません。バッターは4番筒香、第一打席はファールフライに倒れている。フォアボール、外れてフォアボール。バッターは頼れる助っ人ロペス。第一打席はこれ大丈夫、大丈夫、これは大丈夫。に入りました。投げてこいんだっけ。ツーアウトだから大丈夫か。一塁ランナー筒香残塁に終わりました。5回の表、これからカープの攻撃に入ります。今日2打点を挙げています。初球を、ね、変化球を狙うとなるとちょっと難しいね。掴みました。これでワンアウト。初球からね、打って行き過ぎなんだよね。ヒットの数がすごいな。5回の裏、これから今日の広島はトップバッターは荒波、打ちました。セカンド左横のゴロ、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは7番関根。今日の第1打席はスイングアウト、打った、ライトの右、これはヒットになります。打ったバッターは2塁へ向かった。関根ツーベースヒットを放ちました。バッターは8番戸柱。第1打席はスイングアウトの三振、低め空振り三振。ランナー1人置いて迎えるバッター宮崎。第2球、確かに5点取られてるしね。ショートは正面、あ、今のフェアなんだ。ああいう打球を処理するの難しそうだな。おお、なんか取れた気もするけどね、ここから見ると。結局にベイスターズ、この回1番からの高打順になります。先頭バッターは梶谷、京葉さん。直球空振り三振、まずは三振に切って取りました。投げた、空振り三振、2者連続三振。三振の数がすごい気がするんだけど。京葉三振とライトフライ、投げました、打ちました。打球はサードの右、アウト。スリーアウトチェンジ。横浜スタジアムからお送りしております。横浜 DeNA ベイ、一塁に出てますね。リードで迎える7回です。今日はツーランホームランを打っています。第2球投げました、変化球はアウトローへ、ボール。カウントはツーボールノーストライクです。投げました、よし、オッケーオッケーオッケー。やっぱりストレートの高めのストレートがね、うまく捉えられれば打ちやすいっすね。高めギリギリになるとちょっとね、手が出せないんですけど。7回の裏、ベイスターズラッキーセブンの攻撃。トップバッターは筒香、今日は打ちました。ショート前方のフライになりました。田中、掴みました。これは完封ができるかも。ランナーはありません。知れないですね。そうすれば MVP に一歩近づくね、野村さん。これで2アウト、ランナーありません。今あの3人の中で誰が一番 MVP に近いんだろう。セカンド、外角低め、空振り三振。最後は空振り三振で打ち取りました。今日のピッチングはすごいよ。ちゃんと守ってあげないとね。展開で迎える8回です。バッターはゴメス後藤武俊。流し打ち、ゴメス後藤武俊って何？ダイレクトでボールを掴んでアウト、ワンアウト。長いね、名前が。投げました、初球から打ってった。セカンド左へのゴロ、アウト。これでツーアウト、ランナーありません。バッターはバントの名手石川。1球目空振りから、代打でこうバントの名手って言われました。打ちました、ショートの後方フラフラっと上がっている、取りました。これで3アウト。野村さん、須田降板、リリーフ右の平田今日3人目のピッチャーとして登板です。いよいよ最終回を迎えました。今日4打点を挙げています。今日猛打賞でいきたいね。インコース、ボール、バッターよく見ました。第2球投げた、スライダー、センター前に出る、ちょっと左をセンター飛びました、打っちゃったかな。これでワンアウト、ランナー。ベイスターズ、この回は打順よく1番からの攻撃。トップバッターは梶谷、今日は打ちました、サード後方のフライ、まず1人目は OK、 取りました。野村、完封勝利まであと2人。ピンチヒッターは音坂、投げた、絶対痛烈だな、間に合え、これは無理だ、間に合わない、今のは間に合わない、普通に。音坂、いいバッティングを見せました。守備と足があれば間に合ったかもしれないけど、自分の今の能力だとあれはね、無理だな。第6球を投げた、空振り三振。左バッター最後に、最後に筒香か、怖いな。投げた、打ちました、これはセカンド、オーケー、アウト、試合終了。
野村見事な完封勝利。いやお見事っす。解消しました。さて今日のヒーロー3安打完封勝利を収めた野村、本当に今日は大活躍でした。15勝。ちなみに俺って今何勝してるんだっけそれも分かんなくなってきたな。どっちかっていうと野手の方がね出番がいっぱいあるからね。福井さんに誘われた、行きましょう。こんなにさ毎回毎回気さくに飯に誘ってもらえるもんなんすかね。あれ今日って登板日だっけ。なんかすっげえ普通に練習しちゃったけど今日登板日だ。この体力まあ大丈夫か体力半分とかだとなんか影響あんのかな。そうするとセンターに赤松さんが来るのかで、ライトが野間さんでレフトが鈴木さんか。鈴木さんはレフトなんだね、ライトじゃなくて。横浜スタジアム1回の裏、これからベイスターズの攻撃に入ります。先頭バッターはエリアン。2ストライクまでいってるからな。ちょっと1球落とす。外れた。ボール。カウント2ボール2ストライクからのジャイロ打たれた。打ちました。菊池交代、ありがとうございます。これでワンアウト、ランナーはありません。いやすごいわいや本当すごいわありがたい、本当にありがたい。右バッターボックスは2番田中、第9球打ちました。初球田中ダイレクトでボールを掴んでアウト、ツーアウト。本当に二遊間助けられるわ。低め空振り。さあ4球目打ちました。これは無理か。桑原ナイスバッティングです。まあただゲッツアウト。怖いんだけど目が。打った。阿部ボールを掴んだ。一塁送球アウト。スリーアウトチェンジ。あれ今日ファースト誰回の裏あれ2回の表。新井さんでもエルドレッドさんでもないよね。松山わからん。 CC 一応外野がメインだけど、え新井さんとかエルドレッドどうしたんだろう。まあいいや、とりあえず打ってこう。第9投げました。とりあえず自分で自分を安心させよう。第2球投げました。うわしまった、ツーシームで引っ掛けられてしまった。これでワンナウト。2回の裏、これからベイスターズの攻撃に入ります。バッター頼れる助っ人ロペス。めっちゃ打たれるんだけど大丈夫か。掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは6番荒波、第3球を投げた。一つ外してボール。カウントワンボール。入るか入らないの。ジャイロボール。いいね。空振り三振。バッターは7番関根、第3球を落としていこう。投げた。3球目ストライク。次が4球目。ちょっと入るかなと思わせつつ、ジャイロボール見送ってボール。ジャイロボールはね、浮くからね。よーし、2者連続三振。際どいところを攻めていこう。点を取ってくれない。今日は投手戦になるかな。ベイスターズの攻撃に入ります。この回の先頭バッターは1球外していこう。現在の打率は2割2分5厘。外もジャイロボール。投げた。ああ当てられたか。今ボール球だったけど。よしよしよし。これでワンアウト。取ってくれた。ランナーはありません。バッターはピッチャークライン。投げました。GG だからね。まずは入れてきました。なんとか。省エネピッチングで、うん、無理か。追い込んでから3球でいこう。3球投げました。 OK。 見逃しの三振、ズバッと決まって3球三振。バッターはトップに帰ってエリア。第1打席はセカンドフライに倒れ、大丈夫でしょ。よしよしよし。取ってアウト、3アウトチェンジ。横浜スタジアムからお送り。あれ今本塁打ランキングにさ俺の名前なかった0対0で迎える4回です。第9投げました。ストライク。ツーシームか。154キロだからね。第2球投げました。うわ、しました。スライダー。一塁へ送る。ここはうまい守備に阻まれました。スリーアウトチェンジ。ベイスターズこの回は2番からの好打順。先頭バッターは田中。最初のバッターボックスはショートライナーに倒れています。まあ確かに2番バッターっていう感じだね。打った。これは平凡なレフトフライ、掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは3番桑原。投げた。おつけて打った。ファールボール。
第3球を1球外目に、おお振ってくれた、よしよしよし、見事なピッチングです。そうなんだよな、本当怖いのは。最初のバッターボックスはサードゴロに倒れています。第4球を投げた、これもでもサード、よし、軽快な守備を見せました。スリーアウトチェンジ。いやー両方ともでもヒットが出ないね。これからベイスターズの、これは我慢のピッチングだな。頼れる助っ人ロペス、第1打席はレフトフライに倒れています。インロー空振り、フルヒッターか。投球はこれから3球目、引っ張られると怖いね。ジャイロボールはストライク、外へ逃がすか、スライダーを投げた、スライダーボール、外角高め、カウントは2ボール2ストライク、打ちました、当たり損ねはショートゴロ、よし OK、アウト、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは6番荒波、今日の第1打席はスイングアウト、攻めていこう。1球目ストライクからで、高めは少し外す感じで、ジャイロボール空振り、これで追い込みました。これも外した、1球外した、ボール、でさらに外に外して、投げました、アウトコース高め、ジャイロボールでフォークを落とす、カウントは2ボール2ストライク、打ちました。松山ダイレクトでボールを掴んでアウト、2アウト、投げました。ただスタミナ的にはちょっと第2球投げました、なってきたな、まだ5回だからな、これで追い込みました。9回を投げ切れるかどうか、カウント1ボール2ストライク、投げました。投球数的にはどうなんだろうね、やっぱり結構散らしてるからね。投げた、打ちました、あー打った、1、2塁間ライナー破っていった、関根いいバッティングを、第3球を投げた、わーこれは、あでも大丈夫か、ボールはライナーでライト掴んで、これで3アウトになります。前半が終わりまして0対0、両方ともヒット2本、まだ得点に動きがベイスターズ、この回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッター、先頭バッターはなちょっと出したくないからね、やっぱり代打はゴメス後藤武俊、この人は何なのゴメス後藤武俊って、投げた、ボール、完全なボール、やばいな、フルカウントか、ジャイロボールで押そう、少しもう真ん中に投げよう、ボールが怖いからと思ったら無理か、やはり甘い球は投げるもんじゃないな、強気で攻めていった方がいいのか、警察持ち、三球で仕留めてみせました。投げました。インハイ見送ってストライク。投げました。おわ、マジか。打ちました。痛烈。入れば先制。これは無理だ。打たれた。先制。ツーランホームラン。八球は無情にもつかんで。変化球を完璧に捉えられました。今チームやられた。これリプレイ出るかな。いやー持ってかれた、ここでの2点はきついな。左バッターボックスは4番筒香、さあ気持ちを入れ替えていこう、第2球、これは多分6回で降板だな、次俺の打席来るんだよね、打順的に。でもこれ交代させられるかな、もうスタミナもないしね、これ抑えられなかったら確実に交代させられるかな。変化球、空振り三振、一応次俺の予定だよね。横浜 DeNA ベイスターズ対、さあここは守備を変えてくるようです。うーん、あー変えられたわ、いやー負けがついた、今日はやられたね、あの一本にやられたね。ヒーローは2名、まもなくインタビューが始まります。クライン7回無失点、そうだよな、うちもちょっと打てなかったからな、全体的に敗れました。勝利投手はクライン、そして西武は三上、実況担当は堂前秀夫。8勝2敗か、10勝は多分できると思うんだけどな、20勝はもう無理だな絶対。6回自責点2だから悪くはないよね、負けはついちゃったけど、うお体力が横浜に来てるからどっか行こうぜ、赤レンガ倉庫、こう男2人で赤レンガ倉庫行ってもね悲しいだけだと思うんだけどね。というところで、じゃあちょっと自分の投球の時に、負けてしまいましたけれども、今のところマジック12ですね。8月中にはさすがに無理か、まあ、9月の半ばあたりには、とりあえずリーグ
1位っていうのかな、まだあのクライマックスシリーズやってないからなんていうのか分かんないけど暫定1位的なところで、通過できればと思います。というところで、じゃあ今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。